なんだお前通常も行くのか。あ、やべ、当然だ。全体ボイスで喋ってた、恥ずかしい。たまにあるよな、恥ずかしい。金チャットでエルヴィンいるってなってるぞ。え、嘘だろ。ドラのハゲがいるってな。エンタルビン、エルヴィンがいるじゃねえか。今年じゃねえだろ。今日はよろしくな。なんかお前ちょっと背伸びた。うん、セノビックでも飲んだけど。違う違う違う、こっちこっちこっち。あ、こっちこっち。セノビック飲んだ方がいいの、お前だろ。あ、そうか。俺か。誰がタラちゃんだ。タラちゃん。こいつ、でかくねえか、エルヴィン。目標は2メートル級といったところか、これ。いや、それはでかすぎるだろ。今年結構身長高いから。俺もこの世界では身長高い方です。お前と身長一緒なのバグってる。いや、バグってない、バグってない。あ、そうだ。今回はお前を花嫁としての迎え入りの会。俺がキャリーをして。誰が花嫁だ。なあ。私、花嫁じゃねえよ。花嫁じゃない。五等分しなくていい。うん。五等分の花嫁にすんじゃねえよ、お前。慎太郎じゃねえんだよ。あ、間違えた。慎太郎じゃない。風太郎じゃない。お前、風太郎じゃなくて、プー太郎だもん。誰が無職だ。あ、中の人いじるんじゃない。あー、悪い悪い。上杉さん。上杉じゃない、リヴァイだ。あー、リヴァイ。お前、物理的5等分するよ。おめえは。なんかマジでされそうなんだけど。お前が5等分になっても俺は愛せるぞ。そうだろ、お前、サイコパス。ケニー。ケニー。ちょっと海外版にすんのやめろ。あ、お前笑い声飛んでるから。マジか。私が突っ込んだとなんか無言になってるみたいになってる。しっかりお前とのデートは楽しんでるぞ。ああ、もっと楽しんでくれよ。セリフだ。ああ、お前のセリフ。俺のセリフ、俺のセリフ。戻そうとるじゃねえか。お前人類最強になっちまうぞ、それ。私最強だ。キャラ多すぎだろ、お前。ただでキャラ崩壊してんだよ。ああ、よく言われる。馴染んでんじゃねえ。そこが私の我々調査員のいいとこ。まあ、動画バズってるしな、お前の動画は。うん。寝たいな、ない。なんだエルヴィン、お前今日運転してくれるのか、俺のために。当然だ。いや、お前のためではないか。俺をこのままキャリーしてくれよ。普通あれだ、私が花嫁だったらお前が運転しなきゃいけないけど。まあ、たまにはこういうのも悪くない。ええだ、芝居だ。どう、ああ悪い、存在に扱うなお前。ごめんね。ちょっと花嫁っぽいだろ今。いやいやいや、花嫁っぽくはねえよ、バカっぽいよ。お前どんな、お前どんな女の子の声がする。俺はお前みたいな声がタイプだぞエルヴィン。気持ち悪いな。なんて辛辣な言葉。だがそういうお前も悪くない。本当に尽くすの変態だな。だいぶ本当のキャラクターしてる。まあ、自分が何をしようとしてるのか分かってるのか。それ俺のセリフだってだけだ。調査兵団団長と結婚しようとしてるんだぞ。結婚しようとしているんじゃない、もう結婚したんだ俺たち。ああ、もう事故か、これ事故。もう事故だ。事故っていうのは事故って。晴れ晴れしい日だからな、今日は必ずドンカツするぞ。気合入ってんな。私別に晴れ晴れとはしてないから。どちらかというとちょっと憂鬱なんだから。お前をキャリーするのは俺だと思っていた。お前じゃないんか、白や。白や今から頑張れよちょっと。ああ頑張る頑張る、まあお互い頑張ろうな。私ツッコミ、ツッコミ大変だわ。確かにお前が普段ツッコむのも珍しいよな。待て、珍しいか。エルヴィン前方に敵だ。何、目標どこだ。いないいない、やばい、手前の柱に固まっている。目標何、敵数、敵数、敵数35。うん、多すぎだろ。どんだけいるんだよお前。多すぎだろうがお前。そう、撤退だわ。間違えた間違えた。ほぼほぼここに集中してるじゃねえか、残り人数。いや、今の銃撃戦はちょっとケニー戦と被ってな。ちょっと敵数を間違えちまった。固まりすぎだろ。大丈夫だエルヴィン、今回は俺がお前守ってやるから。私今回な、あの時のサッシャ見て弓持ってる。何見ろ。なんか持ち方変じゃねえかお前。え、そう、私変か。どういう持ち方してんだそれ。なんか変だな。俺の方に矢が向かってんだけど。ああ、気のせい気のせい。危ねえからそのライスはしまっておけ。確かに俺のハートにはお前のキューピットの矢が刺さっているが、それは今はしまっておけ。本当の気持ち悪い。誰が天使のゲビットだ。キューピットエルヴィンじゃねえのかお前。キューピットじゃねえわ。ああ、私悪魔だ。お前のその辛辣な言葉も、より俺の心を射抜くな。どれだけお前俺を好きにさせたら気が済むんだ。もう何でもありや。お前もなんか何でもありなキャラクターや。私が何を言ってもお前喜ぶや。今日はそういう体だから。そういう体って言うな。撃つな撃つな、今から乗り換えるんだ。ああ乗り換え、反射的に撃つのやめろ。そうやって私もすぐに乗り換えるんだ。大丈夫だエルヴィン、お前は乗り換えたりはしない。一生俺のそばに。私お前が乗り換えたら、この意味で撃ち抜くから。心臓貫く。捧げような。心臓を貫く。捧げような、だから。貫くだ、貫くだ。お前と結婚した選択を後悔したりはしない。この選択を悔いることは決してない。素晴らしい。ちょっと名言っぽいな。今名言だったな。ぽいな。
こい。え、私もかっこよく名言言った方がいい。ああ、調査兵団団長としてビシッと決めてくれ。夢を諦めて離婚してくれ。いや、俺のセリフ。神兵たちを地獄。俺のセリフ。しかも今この状況に対してお前一番お前ふさわしくないぞお前それ。ああ、マジか。ふさわしくないって。ふさわしくなかったか。待て、リヴァイ。どうしたどうしたどうした。なんだ。おのろですぞ。へっぱたけす平行系野郎。サシャのホーヒーです。何の騒ぎだ。え、だからサシャのホーヒーです。そういうふりだったの。気づかなかった。いやいや、別にそういうふりじゃない。そういうふりじゃ違うの。扉が開いてたから敵いるんじゃねえかって言おうとしたけど、あ、敵いるよ敵いるいる。何？目標目の前。了解した。目標目の前、私の目の前。詰めるぞリム。了解した。うでー。了解した。さすがダーリン。うん。ダーリン。誰がダーリン？あんたダーリンじゃねえわ。なかなかこの高級お前戦い慣れてたな。私武道派だから。ちなみに新築の家もこんな感じの家だぞエルビン。俺たちの家は。ま、もうあれか？引っ越しの準備でもした。ああ、しっかり引っ越しの荷物もすべて届いてある。マジか。荷ほどきも済ませて。早すぎだろ。仕事早すぎだろ。ああ、お前の荷物はすべて捨てた。なんで捨てるんだよ。お前そこに愛はあるんか？そこに愛はあるんかお前。うまいこと言う。なんで捨ててんだよ。ちょっとあの驚きすぎて関西弁みたいになった。あ、やばい。足が痺れてきた。おー、なんでだなんでだ、大丈夫か。やばい。中の人が痺れてきた。私が解放してやるかも。ダーリンに気遣ってもらってもそれだけ俺は嬉しいです。まあ、今日帰る。だからさっきからダーリンやめろ。返すな。そして。今日帰って。ダーリン返すな。ダーリンこんな戦場危なくない？もう。お前ギャルか。お前、ボケもいける口か。なんでお前が。あ、ツッコミもいける口か、間違えた。素で間違えた。間違いすぎだろ、お前。いろいろと間違ってるぞ。シャウンダーエルビン。魔曲を打て。見えた瞬間撃ち殺す。死体撃ちもだ。死体撃ちすんな。治安悪すぎだろ。ゴロつき。あ、すまん。昔の血が騒いだ。お前も脱ゴロつきしてるだろ。脱ゴロつき。今は調査兵団という組織の中で働いてるから。今は私がゴロつきだ。いや、なんでだよ。一番ゴロつきになっちゃいけねえってお前。お前ゴロつきになったらお前組織終わるぞ。あ、う。あ、ダメ。撃っちゃった。今ちょっと可愛いこぶったな。可愛いこぶってない。可愛いこぶってんじゃん。ちょ、やめてよ。照れるじゃんかよ。もう。そんな言ったら。照れちゃうじゃんか。バカ。気持ち悪いな。ダーリン、医療バカあるけど。気持ち悪いな。医療バカあるよ、ここに。だから、そんな、ダーリンやめろ。目標目の前。こいつ、こいつ。よしぎよしぎよしぎ。ヘッド合ってる、ヘッド。よしぎ、よしぎ。ヘッド合ってる。ヘッド、ヘッド。え、ダーリンだけだ。いやいや、じゃあ、ね、ダーリンじゃない。くらえ。ヘチョクレネード。三つ仕掛けた。目標目の前。ダーリン。ダーリン、助けてダーリン。助けて、助けて、助けて。どこだ、どこだ。ここ。どこ、どこ。いるいるいる。あ、痛い。待って、ダーリン、ダーリン、やばい。ダーリン。最後は、一緒に死ねたね。え、やろか。まあ、現実世界で行っても、またまた会いに行くよ、ダーリン。お前それ、ソードアートオンラインじゃねえか、お前。